ちらの先生です。もらった。マイル。任せろよ。行きます。サーチモード起動。解析完了です。俺の番だな。私の番です。それ敵集団を撃破。先に進みましょう。教官、いつものをお願いします。助かったよ、アルティナ。いや、終わりだ。気をつけろ。ガイウスは本当に頼もしいな。それはお互い様だ、リーン。どんなもんよ。チャージ完了です。気をつけて。ヒギ、裏ハヤテ。グズレだ。こら、任せてくれ。そこだ。私の番ね。燃えろ、猛攻陣。グレ、行くわよ。私の番です。サーチモード起動。解析完了です。やらせん。私の番です。行きます。やあ、行くぞ。行くぞ。ここだ。崩れたぞ。やり、よし、これで大丈夫だ。
完了です。畳みかけるぞ。みんな、大丈夫か？強そうなのがいる。気をつけないと。大きいな。気をつけて当たろう。いや追い風だな。ガイウスは本当に頼もしいな。それはお互い様だ、リーン。またしても外か。先ほどと雰囲気は異なるが。ええ、今度こそ間違いなさそうね。行きましょう。たとえ誰が待ち受けていても。標的を発見。警戒を怠るな。
やっと来たね。セドリック殿下、光りまとう翼の一員、トールス7組参上しました。光りまとう翼ですか。なんともそらずらしい名前だ。この瞬間、地上では大火が巻き起こり、新しき翼を箱舟と死闘を繰り広げている。その闘争のすべてがこの幻想要塞と連動し、大いなる黄昏は完成しようとしている。そこで行われるのは奈良の総国、真にして真なる鋼を再錬成する儀式。すべては獅子神皇帝ドライケルス、生まれ変わりたるオズボーン宰相のために。やはりご存知でしたか。陛下が伝えたとも思えないが。僕の場合は鉄血の子供となった時に原始を見ました。おそらく僕に流れるアルノールの血が大帝の魂と感応したんでしょう。やはり僕は間違っていなかった。改めてそう確信しましたよ。不正室の宰相にして伝説の大帝、そんな偉大なる存在に導かれ、大業を成し遂げる手伝いができる喜び。あなたたちにはわからないでしょうが、殿下、こじらせすぎでしょう。ええ、ですが彼にはその実力も資格もある。すごい仕掛けであるのは間違いないんじゃないの。おかげで地上は大盛り上がり、パパや他の団も大活躍みたいだしさ。まあ是非はともかくとして、え、あんた、シャーリーさん、僕たちとの契約に何か不満でも。別に。地上で暴れられないのは残念だけど、それでもこっちを選んだんだしね。ベルお嬢さんからの依頼とは別に個人的に見届けたくなってるからさ。ならば結構、せいぜい力を尽くしてください。総国前の闘争、舞台を最高に盛り上げるために。結果は見えていますけどね。はい、入った。ずいぶん余裕なのですね、我らのこの数を前にして。大方要塞そのものの力を借りる見込みなんでしょうけど。ええ、レクターさんたちは無様にも失敗したようですが、赤の起動者でもある僕は騎士としての力を最大限に震える。やはり幻想要塞から受けた。それと地上の戦火から届けられた闘争のエネルギーです。まあやりすぎて皆殺しにしてしまったら、リーンさんが不死者となるでしょうからね。スムースに総国を始めるためにも、ある程度は手加減をしてあげますよ。あなたはいかに騎士とはいえ、あるまじき傲岸不遜ぶり。アルフィン殿下に皇帝ご夫妻がどう思われることか。それにオリバルト殿下も。
彼らは皇族としての使命を享受していただけにすぎません。獅子神皇帝の待望に沿い、それに協力することが皇帝家の使命。黒の使者が伝わっていたことが何よりの証拠ではありませんか。ねえセドリック殿下、一体何をそんなに怖がっているの。はあ、正直俺はあんたのことが嫌いじゃねえぜ。ちびひょろだったらしいのに根性で鍛え抜いて腕も上げた。ま、俺様ほどじゃねえけどな。ドールズの中間考査の1位、ご実力であるのも確かでしょう。まさに帝国の未来を背負うのにふさわしすぎる文武両道ぶり。なのにどう考えても余裕がなさすぎる気がするんです。高みを目指してたどり着けた人ほど他人に示せる思いやりや優しさが。君が人間を語るのかい。こいつは傑作じゃないか。ほら、そういうところよ。どう考えてもおかしいじゃない。2ヶ月前の聖杯でミリアムさんやアルのことは見ていたんでしょ。あなたの手にかかろうとしたアルティナは教官や僕たちを助けるため死力を尽くした。そんな彼女をミリアムさんがかばい、皆を守って剣となってしまった。あの時作られて生まれた彼女たちはあの場の誰よりも尊く人らしかった。殿下、あなたはあれを見て本当に何も思わなかったんですか。クルトさん、言っている意味が。かと思えば兄貴や親父のことになるといつも微妙に動揺しやがるしな。心配してすがってくる姉貴に逆上してダダをこねるくらいに。だからさアルフィン、兄上が生きていたのは嬉しい。だがそれは弱さなんだ。ご家族への愛情を感じながら否定しなくてはならない脅迫観念。一方他者を切り捨てることは躊躇せず、宰相たちに何の疑問も覚えない不自然さ。どう考えてもちぐはぐじゃない。自分でも分かってるんでしょ。されごとを。ナナの総国とは真なる鋼に至るための奪い合い。本気でなければ総国に至らないのはそちらの陣営内でも同じはずだ。仮にこのまま総国が進み教官やルーファス総督を倒したとして、セドリック、君はオズボーン宰相に本気で挑む覚悟はできているのか。もうお兄様もセドリックも難しい話ばっかりなんだから。でもすごいよ、兄上は何でも知ってるんですね。ミラーやゼクス先生のスパルタの賜物といったところかな。君たちが大きくなったら僕以上にいろいろ知り考えるようになるだろう。そんな、僕のことはセドリックと呼び捨ててください。兄上とミュラーさんのことが羨ましくて仕方なかったんです。代わりにクルトって呼ばせてほしいんですけど、いいですか。わかりました殿下。いえ、セドリック、あなたの友としてドライケルス王子と共にあったロラン・バンダールのように。最近全然眠れないんです。眠ろうとするとあの赤い影が
僕を飲み込もうとするあの大きくておぞましい影が。なるほど、わかりました。これも逃げ、いやドライケルスの時と同じ状況か。その球体はあなたの半身たるかのものはどこにでもいますからな。それよりこのままでは殿下は衰弱死するしかないでしょうね。是非もなしか。いささかためらわれるが、一つ殿下に提案がございます。お忘れになる可能性もありますゆえ、よく考えてご返答くださるよう。僕はどうして、ただオズボン宰相に憧れて、それが正しいことだと信じて、あんなひどいことばかり言って、父上や兄上をあんな目に。やはり外れたみてえだな。ああ、知性による、いや、黒による風が。ああ、そんなことだろうと思ったよ。どうも聖杯の時から変な風に歪んじゃってる気がしたんだよね。同じ名前の獲物を使ってる縁、気になって様子を伺ってたんだけど。え、ちょっと意外というか。ほら、しっかりしなって。僕は。ねえ坊ちゃん、怖かろうが恥ずかしかろうが別にいいじゃんか。あんたがここにいるのは操られたから。そこは違うんじゃないの。ほの暗くておぞましくても、あんただけの真実はあるはずだよ。苦労を受け入れ、力を欲したあんただけの偽らざる本音と動機が、心焦がれて渇望し続けた願いが、それを認めないと始まらないよ。ちょっと。いや、一理あるぜ。ああ、確かに、まずはそこからだ。はあ、そうだ、僕は羨ましかったんだ。アルフィンが、アニウェイが、リンさんに、クルトたち、英雄になれる資質と可能性を持った人たちのことが。幼い頃からアルフィンと比較され、しょっちゅう陰口を叩かれもした。兄上の才覚と自由な立場を妬み、皇太子を譲られた罪悪感もあった。クルトだってそうだ。僕なんかよりもずっとたくましくて、剣の腕も立つのに、バンダールらしい体格じゃないなんて、くだらないコンプレックスを持って、リーンさんたちも僕が囚われてる最中、魔王と戦ってクロウさんを亡くして、そんな英雄たちの物語を僕は傍観者として見ているだけだった。本当なら
翌年に本校入りして仲間に後輩になれたかもしれないのに。殿下、そんなこと。取り戻しやがったか。ありがとう、シャーリーさん。それにクルトたちも自分の無様さは受け止めた。その上で君たちに勝負を申し込もう。そうそう、まずはそこからだよ。敵に塩を送ったか。でもそうじゃないとね。ええ、歪んだだけの人とは戦いたくありません。いいだろう、その勝負受けて立つ。巨漢、みんな、先輩たちもお願いします。ああ、僕の覚悟受け止めてもらうよ。シャーリーの本気も見てもらおうかな。耐えろ、剣老人玄武。うなれ、うおー、螺旋撃。今だ、おはだけ。こんなのはどうかな。燃えちゃってよ。甘いよ。崩れた。甘いよ。崩れた。僕の番だな。僕の番だな。ダメ、ドミニオンロア。よし、私の番だね。ミッションスタート、行くよ。参る。うなれ、うおー、螺旋撃。今だ、いただき。さてと、サーチモード起動。詳細情報ゲットです。私の番だね。せーの、やっ。はあ、とどめ。崩れた。シャリ。やばい、ゾクゾクしてきた。はあ、僕の番だな。行きます。
万物ルテオ、無は有にして有はまた無なり。よし、掴んだ。まだまだこれからだ。やったね。各種ステータスアップです。まだまだこれからだ。やったわね。精進あるのみだ。ま、こんなもんだ。